そのキャプテンに指名され、かつての華麗なプレーを取り戻したストイコビッチ。その瞳は再び世界を見つめています。Pa mi pošto dugo nismo zajedno igrali, mi se uigravamo, pravimo tim. Pa moja najveća želja u stvari sada je da moja reprezentacija ode na svjetsko prvenstvo 98. u Francuskoj. To je želja svih naših ljudi u Jugoslaviji. I vjerovatno da bi to bio vrhunac neke moje karijere. Ja ću sada imati 33 godine i možda taj neki kraj aktivnog igranja bio bi baš onako pravi. Kambarimas. アジサッカーのアンダーナインティーンアジアユース日本対カタール、0対0で迎えた後半10分、日本は相手ディフェンダーのミスをついてエーストライカー高原が先制ゴールをゲット。そして後半28分にはキャプテン小野のフリーキックにバンドが頭で合わせゴール、これで2対0。さらに1点を加えた日本、終了間際にも小野が相手ゴールキーパーをかわして稲本のゴールをアシスト。4対0で勝った日本、来年4月のワールドユース出場へ大きく前進です。自分たちがチャンピオンになるためにとにかく勝っていかなきゃいけない。また集中して直して、いい試合で、ね、いい結果を出したいなと思います。小野選手もいいですね。いいんですよね、まあ、キャプテンやってますしね、はい、アジアのユースで。それですごく、ね、いいのはね、タイミング手を叩いて、いや、星野さん、俺が入ってきたら手を叩いてくれるのが当たり前で、俺の方で手目を叩くなんてな。すいません、ちょっとね、みんなこっちが酔っ払っちゃってます、こっちの方が。わかるよ、おめでとうね。私ですか、ありがとうございます。そうだそうだ、音もなく入ってきちゃダメですか。いやいや、俺はすぐレイディアさん。お茶、お茶、いやいや、酒、え、ワイン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 、それぞれっていうのがいいわね。赤、赤、赤、一時、赤、赤。ところでさ、はいはい、立派な店だね。ああ、そうでしょ。そうなんですよ。うん、すごい僕が気に入っちゃうの店。こうですな。はい、店の屋号はなんだっけ。たっちゃんてい。たっちゃんていです。たっちゃんていか。たっちゃんてい。たってどうすんの。だからちょっとね、音が悪い。うん、耳障りにちょっと触る。たっていなんだ。しかしこの店はたっちゃんのわがままだね。こんなに広々とさ、調理場取ってるっていう店でちょっとないよね。で、これはずっとありますからね。ボス、また眼鏡大きくなりました。脳内よ。そうですか。どうして？おやさんになったかもわかんないですね。ちょっとね、お顔が細くしたかもしれない。ちょっとそういうイメージ。ワインがパッときたけれども、みんなそれぞれ乾杯を。ようこそ、ようこそおいでくださいました。ありがとうございます。ボスが来てくれて、ありがとうございます。くんちゃんも、はいはい、おめでとう。どうも。よろしくお願いします。乾杯。やっぱり芸能界には乾杯おじさんってのはいるんですよ。誰かが乾杯っていうことによって閉まるっていう人がね。閉まりました、会が。閉まりました。食べ物の好物は何か。今日はね、好物はもう言ってはるはずだ。うなぎ、穴子というの。まあそういうことになってるらしいけどな。丹波さんのオーダーなの。 OK、 分かった。はい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 、分かった。本当にやっと思い出して。今私はね、チラシの美味しいのをいただいたところ。ああ、そうか。そう、結構食べ物はうるさい方ですか。うるさい。だからね、この決してまずいものをうまいとは言わない。まずきはまずい。うまいものはうまいというし、そうそうそう、まずいものはまずい。じゃじゃじゃ、松方さんと玉さんっていうのは。僕は時代劇もご一緒させてもらってます。いやー、もう年がら年中一緒だ。年がら年中ってやめてください、ボス。年がら年中ってことないですか。そう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 、もうラブシーンとかじゃないよ。もうね、女性でね、女優で一番多いのは今までの経験ではね、まあ一番多いんじゃないかな、共演してる。共演がね、一番多い。若かりし頃ね、やっぱり。だって年齢差があります。年齢差はあっても、丹波さんも若くてね、素敵な頃が、今も素敵なんだけど。素敵な頃がって気になるから。いや、もうね、慎吾さん、耳だけしっかりしてますよ、ボス。ボスね。それと、すごくいい匂いがしてきてるんですよ、今。お餅じゃない？
どうしてアナゴとウナギそれ？ね、アナゴ。アナゴ。アナゴ。どっちがどこに江戸前です。接点があるの？江戸湾。東京湾の。東京湾。はい。もちろん。金沢八景だよ。うん、金沢八景だよ。はい、私今一つまだ分かってないんだけど、ウナギとアナゴって呼び名さどう違いますよ。どう違うの？まずアナゴは海だと思ってちょうだい。アナゴは海。とりあえずウナギはやっぱり陸。淡水でしょ。ただ子供の時はうなぎも海です。海です。大きく上がっていって淡水川とか湖で育ちますよ、ね。途中で変わってっちゃう。このアナゴは最初からおしまいまで海。なるほど。うなぎとアナゴが分からないっていうことは、うん、亭主取り間違えるぐらいの。そんなにですか。大丈夫かな。くんちゃん、くんちゃんお願いしますよ。ちょっと今そんなにかと思って。お願いします。気をつけます。課長お餅なの。餅、ね、下は。あの貝じゃなくてね。これはあれだな。うん、でも初めてだな。お餅は丹波さん大丈夫ですか。どういう意味で大丈夫か。よくね、だって。っていうのか。お正月に一人か二人。おいおいおい。くんちゃん、今歯。その次あすいません、すいません、はい、うん、申し訳ございません。言ってごらん。私が全部悪ございました。おー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 で決して田畑さん美味しそう。何にも問題がなくすっと飲み込め、なるほど。水、うん、掃除機がいいって言いますよね。何が言ってんだよ。危ないですよ本当に。詰まるっていうことね、喉が。はい、どうぞ。はい、はい、どうぞ。すいません、三田さんありがとうございます。はい、あ、ここへ入ると三田さんが一番後輩なんだ、うん、この5、3人では。そうなのよ、うん、30年、うん、俺ら変わらないじゃない、1年とか。そう、うん、だってニューフェイスが1期、2期だいぶ違うよ。おい、はい、うん、美味しい。これうまいわ、全然お世辞ない、うん、あ、お世辞なし、うん、そう、うん、どうぞ。お世辞なしっていうこと、お世辞がある。あ、うまい、うまい。あ、よかった。本当香ばしくてすごく美味しい、うん、ね、海苔の香りもいいでしょ。うん、うん、うん、ボスまだ海苔食べてません。そういった、あれ？で、海苔は食べていません。はい、うん、そうです。それでちょっと味わってください。不思議ですね。うん、いいわ。普通はさ、餅と海苔で磯辺巻きじゃないですか。うん、それにちょっとね、贅沢だけど。丹波さんの好物アナゴを使ったアナゴ餅磯辺焼き。まずは醤油を塗った餅とアナゴを網で焼きます。焼き上がったら餅の上にアナゴを重ねて海苔で巻きます。手軽に楽しめて一味違う磯辺焼きです。これワインが合うかな。ワインは合わないんじゃないですか。合うでしょ。合うわよ。合う、大丈夫。合います、合います。待っちゃった。これボス、無理にしてませんか。無理にしてませんか。テレビ映ってるからあんまり飲まない方がいいと思う。ボス飲めってんだよ。あ、そうだ。合うな。でもね、お茶もちょっと待ってください。はいはいはい。お茶ってお茶。今ね、山城さん、アナゴ落ちました。アナゴ落ちなんだ。アナゴ落ちました。いや、はずに、まだあれ、アナゴあんまり弱っちゃった。めちゃめちゃです。行った岩の上から、これこうやって吸ってドッポーンと飛び込んでさ、森の石松だよ、まるで。おい、釣れるかって。釣れるわけねえよ。釣ってるそこで。もう酔っちゃダメだね。でも、釣ったんだよ。よく聞けよ、お前。いやいや、ちょっと待って。どっちの話も僕は信用できない。なんで嘘つきばっかりだから、あんまりですよ。はい、はい、はい。岩場、はい、岩場だから。かかるんだって、あの針が。針がね、それを俺が潜って取ってやるんじゃないか。だって魚が逃げちゃうじゃないですか。ね、からだけど釣れたよね。釣れたよね。釣れた。こんな黒鯛かなんかじゃ、うん、釣ったんだよ一匹。うん、あれがさ、ね、喜ぶのがね、俺の方が逆に喜んでるんだよ。食べられるからね。うん、ちょっとね、あのここで、うん、あの京都のね、うん、ちょっとロケ風景がありますので、うん、ちょっと見ていただきたいんです。うん、取材に伺ったのは割烹料理の。いやいや、全然もうボスに頭上がりませんから。3人は実際には誰が一番先輩なんだよ。東映の先輩では俺、え、一番、新吾一番、うん、それから俺、うん、それからこう、3番、はい、あ、あ、そう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 、うん、うん、それから一番、それからこう、え、今日はまずいですね。一番下が、かわいそう。ひろき君だ。ひろき君になっちゃってかわいそうです。全然そんなことない。ああ、ひろき君もう半分いきましたか。ね、でもそれぞれみんなも一国一城の大主になって、うん、大したもんだな、これな。え、あの、いやいやいや、これは大したもんだな。あと金谷ちゃんもいるのよ。そう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 、うん、だからね、一番上が小太郎か。ね、はい、そうです。いや、硬いんだあいつ。うん、なんかそうなの。硬いってどういうのが硬いんだよ、お前。なんだかよくわかんない。だってほら、
なんだい。俺らあの親父さんがあれだ大変な人だったから、どっかでほらみんなで映画作るときに金屋くどこうよ、金屋くどこうよって言ったら、ひろきさんが大丈夫、飲ませば大丈夫ってぐいぐいぐい飲んでたら、出よう、ただでいいって言い出して、おいしい。ねえ、そんな時は北尾に嫌な話したわけですよ。慎吾を監督してね、なんで俺がお前の映画に出ないんだよ、お前。なことないじゃないですか。若者の映画撮ってただけ。若者ばっかやろ。こいつ、お前、俺はね、お前がいつ行ってくるかなと思って楽しみにしても行ってくれんじゃん。いやいや、まだまだ。俺もね、おいおいおい、お前からね、ギャラ取ろうなんて思ってねえぞ。いやちょっと俺飲んでないんだよね。なんか異様な雰囲気がしてるけど。知らないもん。誰が来るんだ。神様ね、連れてくるからって。ちょっと、おい、来た、来た。もう15歳、もう15。続いてのお客様は、東映実力路線を切り開いた名作「仁義なき戦い」の深作欣二監督。お久しぶり。取れるよ、あれ。戦争じゃけん、通る取られるは当たり前じゃろうが。じゃったら我もまとにかけてるけん、勝負に来いや。おお。ボンドルラマ配達場飲まんとけよ。ええな。おい、お前ら。ハンドルシャかわいそうじゃけえの。手持ちカメラを多用した迫力ある。出てかかい。バカだれが。うなるこか。だけどこの監督はワンワンだもん。寝させないんだよ。寝かさないよ。ずれっと。深夜作業組ってんだ。それをね、17時間撮った。うわ、だ何回も死んでるな。出るために死んでんだよ。出るために深作君は殺されてんだもん。はじけ、なんか深作組の特徴っていうのは、なんか寝ないっていうのはどういうこと。いや、寝ないじゃないんだ、寝かさない。寝ないなんて言うとね、かっこいいだろうじゃないんだ、寝かさない。撮影が長いわけです。自分自身がただ夜に強いだけなんで、モグラみたいなもんなんだよ。だからな、他のものを寝かさないんだよ。他のものは迷惑すんだよ。ヘトヘトになってきますよね。皆さんの足並みが揃わない。ことに足並み乱すの。セリフは覚えないそうじゃないですか。セリフ覚えない、とんでもない。何を言うんですか。セリフは一旦覚えたら綺麗に忘れたはいいんだよ。丹波哲郎とね、マーロン・ブランド、これ有名な、世界的に有名な、セリフを覚えない。悪い。マーロン・ブランドはね、照明の足場にザーッと8キロのカンニングペーパーを。だからあいついつも上見て喋ってる。大きく見えるんだ、これが。この人ちょっとね、なるほど、真剣に似合わずせこいとこあるからね、ここら辺にパッパッパッ。あいつ見るんだ、見なきゃいいんだけどさ。知らないものが来て本当に来るからやめろって言うんだよ。あいつ見なきゃいいんだよ。ね、バレないもん、俺さ。ボス見て。これ正解です。なんだこれは。あ、この音楽が入ったらセリフいらない。なんだっけこれ。仁義なき戦いですよ。え、仁義なき戦い。仁義なき戦い。中国の杯の申し入れを受けた明石組は、あんたのセリフの顔にナレーターがしゃべってるから。中国の杯を披露した。何でも喋ってないじゃないですか。あれだけ。もっと出てったけど、ついに喋らない。あれだけ。喋らない。喋らないんじゃなくて、うん、ね、俺は喋らなくたって十分絵になると思う。そう、ね、もちろん分かりますよ。存在感だけで ね、 それでね、ある時にね、はい、セリフが変更になったんで、こんなに変更な時代劇で、うん、ね、うん、それでね、あの助監督が届けに来るって言うから、そのセリフを、うん、俺はいいよそんなのは、うん、もうその現場で覚える、現場でいいんだって言ったらね、翌日行ったら俺がメイキャップしてるんで、後ろから俺にだ口移しで覚えさせようと思ってね、一生懸命、うん、な、それで結局はうまくいったじゃないか。自慢するほど。ボスはそれだけ才能あるってことだ。行かせるようにしてるからうまくいくんだよ。慎吾さん、どっちがどうなんですか、慎吾さん。いや、だって俺、丹波さんのこうものすごいものを見ちゃったんだけど、自分何も本覚えてないのに、鶴田さんの芝居演技つけに行って、鶴田、お前それ違うぞ、なんだかんだって言ったら、小沢慎一郎って監督が、そんなこと人のこと言ってる前に自分のセリフを覚えてました。いや、そんな言ってるよ。だって鶴田さんって 100% パーフェクトに覚えてる人はね、ストーリーは分かんないよね、ボス、亡くなったね、うん、大監督牧野正弘さんがね、うん、お前な、
うちに帰ったらせめてね、セリフ一言ぐらい覚えてきたらどうやって言ってる、はあ、私はね、仕事を家庭に持ち込まないし一体いた家庭なんてあるかって家庭麻雀してる、俺は愛妻家だよな、もちろん分かってもね、だからそれはだけどボスの自由で麻雀してるだけじゃないですか、麻雀してるだけ、麻雀って言えばね、こんなインチキする男いないんだよ、麻雀インチキするんですか監督は、インチキするんだよ、どんなインチキですか、だって積もってきたものは返さないで、返すに決まっていいけど、こう詐欺積もしてきて、ね、でポンされたら違うもの返すんだよ、それをね、なんていうかしてるから監督、なんだっけ、俺なんだっけ、カチャクリ、カチャクリ、いやいや、カチャクリうるせえって言ったよ、聞いて、カチャクリ、ちょっと待って、ちょっと待って、こんな危ない店見たことないですから、ね、うまい、うまい、フィシングさんです、俺ね、ずっといるんだよずっといて、ご苦労様です、いや俺もいろんな長い仕事やってきたけど、いろんな仕事やってきたけど、これどう振る舞っていいかね、いやでもほら、あんたちょっと座るぐらいでしょ、前にやんで梅宮さんいるから、え、な、ねえ、何なんですか、何ですか、羽賀健二と友達だ、そうそうそう、すいません、それはやめましょう、だから、そうだ、いや、それは無理、いやいやいや、終わったことだから、いや、終わったことって目はマジでしたね、いい、梅宮さん、あの、ここはさせて、僕は本当にね、あの、羽賀さんとは10年前にたまたまなんか、あの他局の番組でね、グループを組んでただけで、そして仕事仲間だけで、友達とかそういう、いもう大嫌いですから、そうそうそう、なんか野々村君が、あの、羽賀君に言ったらしいですよ、梅宮アンナと付き合え、あ、そうなの、いや、僕そんなこと言ってません、私 ね、 いやいや違って、私ね、ステージでいつもね、ディナーショーで歌ってんの、はい、その名はアンナ、梅宮アンナ、やられたアンナ、なんでこれ、いくら、いくら、いくら親しいお父さんの前で、今やっと落ち着いてるんですから、ディナーショー、煽るの、煽るの、やりましょう、どうも、開店おめでとうございます、ありがとうございます、開店祝いはちょっと若いの連れて、もうどんどんこき使ってもらって、開店祝いは持ってきてないから、もっと早く来てもらいたかったよ、この間、しぶちゃんどうも、どうも、嬉しいよ、どっか竹の前マキちゃんの一大級、もうエロタレとして超越しましたが、下心もありながら気持ち悪い、気持ち悪い温泉、あの前ドラマ一緒だった時ね、うん、ちょうど温泉があって、はいはい、3泊1週間ぐらいいたのかな、結構いましたね、うんうん、その時に1回でいいからちょっと温泉入ろうよ、一緒に何もしようよ、何もしようよ、一回でいいからなんてなって分かります、気持ちは分かりますよ、本当にね、男代表のセリフだから、でも私はいいですよって言ったんですよ、いいですよ、いいですよって言ったら逆に照れちゃって、欲しかったのは何言ってるんですか、やめてくださいよっていう言葉ですよ、まあまあまあ、そうですよね、でもこっちとしてはいいですよって言うから、あと一押しかなってどっちだろう、どっちだろう、悩んで固まって照れてしまった、次の日から温泉入るたびに、ひょっとしたら原さちへ来るんじゃないですか先に入ってんじゃないかなバカですよね上手、上手だったのね、すごくこんなんですよね、男っ気全然ないよね、でもね、好きなタイプはどういう人なんですか、じゃあタイプですか、結婚したらするにはこういう人がいいなっていうのは、理想は誰ですか、所ジョージさんみたいな、あちょっと理想の、ウトドアが好きな、はいはい、理想のその旦那さん像として、嘘でもさ、俺の名前とか出ない、なかなか出ない、じゃあ、 あんまりこう男の話、噂みたいな出ないですか、出ないですね、飲み行ってもあんまりしないよね、恋愛の話とかしないの、うん、しないですね、何をテーマに話すんですか、その時高橋克実さんと、うんうん、あと矢島さん夫妻、うんうん、いらっしゃって、うん、どんな話でしたっけね、結構その前は真面目な話してたんだよね、仕事の話、いや普通の話、あの二人が来たおかげでもうひっちゃかめちゃかですどこ、どっちに来たかったの、え、どっちに来たかったの、二人来なかったら、いやもうその真面目な話からだん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 、うん、エロの話で、最後は血を流すという説教して へこんだところでちょっと慰めて、はい、おめでとう
くりうまくいかないですって先に潰れちゃうんだから古い考え方が一回ね上からピシッと言っといて言っといて流しといて全く眼中にないみたいですかね僕もああ男としてはどうですかね、まあ、結婚してとか別にして男として沢村さんはそうそういやなんか笑いがなんかもカチーンときますから下から言わせればいいイケメンじゃないですかみんなイケメンですよイケメンなんですけど、うん、目がエロいんですよやいやそれどうしたいのこれからどうしてどうしたいの俺をってことですか俺全部一つや二つ噂作っといた方がいいじゃないのいやいや振りがまじいじゃないですかえ沢村さんと誰といやまあまあそっちに向けるこれ友達だ友達それ友達でしょありえないですありえないですよ友達でしょ同じ事務所だから話を潰すのは簡単です下からもういいから帰ってってこうなってる違います違うもう OK って出てるからもう分かんない人ねみたいなこの現場面白いんだろうまだもうちょっと時間あるしテープが終わりなんで勘弁していただきます沢村さんまた遊びに来てくださいねさあ続いて一行が向かったのは南青山にあるピッツェリアトラットリアナプレナポリの港町にある一軒家をイメージしたイタリアンレストラン本日いただくのはこちら三陸海岸産のムール貝とアサリを使ったスープ貝の出汁とガーリックが冷えた方いいんですか飲みになってよ僕もまた同じ温度なんですよ お前も野暮な男やのいやそうなんですけど向こうが好きやいてる僕のどこがいいんですかいや情けないそれちょっとマイナスやなですねまたドーンとしてそうそういやそう何がいいか分かんないじゃないですかさんまさんもね伊田さんも分かんないように僕も分かんないです何がいいのか僕のそれはもう分かんないです男は嫉妬で言うてるだから